ガウタマを祀る寺院ガウタマとは、インド神話に登場する利子の一人、サプタリシの一人に数えられる。妻は、アハリヤー。二人の間に生まれた長男はシャターナンダ。ラーマアヤナでは、道中で見かけた無人の用の言われを尋ねるラーマに、対し、ビッシュバーミトラが、イオの、かつての持ち主について説明するという形で、エピソードが引用されている。かつてそのようで、ガウタマは、 妻と共に修行していたのだが、ガウタマに化けたインドラが世に忍び込み、アハリアーと交わってしまった。しかもアハリアーの方も正体がインドラであることに気づいた上で受け入れていた。欲求を満たしたインドラは、利子の怒りを恐れて、その場を去ろうとしていたが、ちょうどその時彼はイオに帰りついていた。再会と目欲と供養を終えて、イオに戻ったガウタマはすでに激怒していた。 ガウタマは修行者の身なりをしたインドラを睨み据え、全身に線の女性器を与えた上、性的能力を奪った。彼は、アハリアも他人から目に見えない状態に変え、何千年もの間、後悔の念にかられ続けながら苦行しなければならない、定めを与えた。この苦行は、ダシャラタ王の王子が世を訪れるまで続くという、インドラは大きな苦しみを背負った挙句。 他の神々の助けで元に戻ることができた。ビシュバーミトラが語り終えた後、ラーマと彼の兄弟、ラクシュマナと三人でその世を訪れると、苦行を終え、目に見える状態に戻った、アハリアーがいた。アハリアーは、夫が言った通りに、ダシャラタ王の王子であるラーマとラクシュマナを清らかな気持ちで迎えた。神々はこれを称え、ヨーガの方によってこの様子を見ていたガウタマは世に戻り、 アハリアと和解した。二人は再び共に修行に励むようになった。安倍友事役、ラーマーや仲間で処方。1966年31から32ページ。ありがとうございます。